わたるでございます。本日はいつもと違うお部屋からお送りさせていただきます。と言いますのも、ここは私のスタジオではございません。ここはとあるビジネスホテルの部屋でございます。新型コロナウイルスに感染しないように、そういった対策を十分に取りながら今旅をしている最中でございます。そんな私わたるが久々に実食コーナーをお届けさせていただきたいのですが、本日紹介させていただきます商品はこちらです。見えますでしょうか。こちらです。カレーライスです。インディアンさんの商品でございます。北海道の東側十勝地方にあります帯広を中心に展開しておりますカレーショップインディアンさんのカレーライスでございますが、このインディアンさんのカレーライスがとっても美味しくて、私ついついテイクアウトで頼んでしまいました。非常に食べたかったカレーライスなんですよね。いろいろな種類があるんですけれども、今回私はカツのエビをトッピングしたカレーライスを注文させていただきました。辛さは5段階あるんですけれども、私はその上から2番目の大辛を注文させていただきました。このような感じでとっても美味しいので、もう早く食べたいと思います。それでは実食。それではいただきます。わ、めちゃくちゃうまそう。いただきます。うん、あ、美味しいです。この中に入っておりますカツが非常に柔らかくてとっても美味しいですし、またこのエビのトッピングがまた非常にマッチしていて本当に美味しいんですよね。そして私大辛を頼んだんですけれども、ちょっぴり辛い感じで、この刺激がまたたまらなく本当に最高です。美味しいです。いや、インディアンさんのカレー素晴らしいです。それでは引き続きいただきます。うん、完食、ごちそうさまでした。私今こうやって普通に話しておりますけれども、正直口の中がヒリヒリしております。でもこの刺激とっても大好きですし、本当に美味しくいただきました。本当にインディアンさんありがとうございます。インディアンさんではもちろん店内飲食もできますが、テイクアウトもできるんですけれども、鍋を持って行ったらその鍋にカレーのルーを入れてくれるんですよね。非常に素晴らしいサービスだと思います。なお今回は私テイクアウトで容器の中にカレーライスを入れていただいたんですけれども、その際は別途容器代がかかりますのでご注意ください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。